シュプライトバッハは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ群に属す町村である。シュプライトバッハは、シュベービッシュグミュントの北約1 1トルの海抜5 3 9ルのなだらかな山の上に一致している。南から主流の集落に伸びる盆地は、町名の由来であるシュプライトバッハ川が形成したものである。この川は、 約3キロメートル南でライン側に合流する。この町は、北はクシュベント、東はルパーツホーフェン南はドゥルランゲン、西はレムスムル軍のアルフドルフと境を接している。この町には、シュプライトバフお及びヒンター・リンタールの2つの地区と、離れた場所にあるリヒエンバフハ地区、さらにいくつかの小集落が属している。 2015年現在の州統計局のデータによる1296年に最初の文献記録が残されているシュプライトバフ派は元は帝国都市シュベービッシュグミュンとの領域に属していた19世紀初めの帝国代表社会議主要決議に基づく陪審下によりビュルテンベルク王国領となり1818 18年からオーバーアムトグミュンと 1934年からシュベービッシュグミュント軍に属した。1973年の軍の改変により、新たにオストアルプ軍に属すこととなった。シュプライトバッハには、ローマイコールカトリック教会が一つ、福音主義教会が一つある。福音主義教会組織は、シュベービッシュグミュント教会管区に属す。この町は、ムートランゲンに本部を置く。 シュベービッシャー・バルト自治体行政連合に属す。シュプライトバッハの長議会は、議長を務める長長の他に、選挙で選出される14人の議員で構成される。ウルリヒ・バウムは2001年に長長に選出され、2002年3月からその職に就いている。彼は2009年12月の選挙で再選された。2017年に、ヨハネス・ショルがその後継者に選出された。 ショルは2018年3月からその職についている。ズガラ、緑地に銀の波打つ Y 字図形。シュプライトバッハは典型的なベッドタウンである。この町には約300人分の雇用があるが1100人以上が町外で収入を得ている。この町は連邦道 B298 号線によって全国的な交通網に接続している。 1973年に設立された人形メーカー、ブリーラントはこの町に本社を置いている。シュプライトバッハには基礎家庭学校1校と幼稚園1園がある。自治体行政連合の本家庭学校と実家学校はムルトランゲンにある。さらに上級の学校はシュベービッシュグミュントにある。ありがとうございます。